大義です。今日は本日8月1日にオープン松山市北梅本町にあるケーキ、焼き菓子、ジェラートのお店、サニーサイドスイートのオープン初日に行ってきた行った時間ギリギリやったけど、ジェラートあった一押しジェラート黒糖キ縄いただきます中にザックザクのチンスコールし、黒糖も程よく甘いしっかりめっちゃ抹茶もいただきましたそして建物の2階を上がると、真っ白でおしゃれなカフェスペースもあるよぜひ行ってみてね はい、大義です今日は8月6日まで開催松山市道後にて3年ぶりに開催された道後温泉夏祭り2022に行ってきた今道後では生きる喜びをテーマに個性的で感性豊かなアート作品を展示している道後温泉アートも開催中今の時代はどんどん個性伸ばしていこうぜひ行ってみてね 大義です。今日は松山市三津浜の今まで行ったお店をまとめてみたこれまでラーメンとか滑り台とか新店舗を月別にとかまとめ動画上げてきたけど、地域別にまとめてみても面白いんじゃねってことで今回初めての試み現状維持は衰退ってどっかのお偉いさんが言っとった気がするけん、どんどん僕も新しいことに挑戦するやでそして今週末8月6日土曜8時からは三津浜の花火大会愛媛県最大級のなんと1万2000発ぜひ行ってみてね はーい、大輝です。今日はこれまで僕が食べた愛媛の麺のスープを救うだけのシーンをまとめてみた。名付けて、スープスタグラム今日の動画の投稿時間は、現在夜の10時です。もう皆さんならこの時間に投稿する理由わかりますよね。ほら、お腹空いてきたんじゃない。そして、8月6日7日の土日は、今治市民の祭り、音楽開催。7日日曜夜8時からは、今治港付近で花火も上がる。ぜひ行ってみてね はーい、大喜です。今日は7月22日にオープン。松山市東長門にあるバイクショップ、川崎プラザ松山に行ってきた。バイクめっちゃかっこええそしていい香り全国の川崎プラザどこに行っても、このフレグランスの香り。同じ時間、同じ香り、同じ音楽なんやって。キッズスペースや用品ブースもあって、家族みんなで楽しめる特別にバイクをまたがらせていただけるということで、着替えてみたやばいやばいこの緑の輝き気分はトムクルーズぜひ行ってみてね